今回の動画では、固定メールアドレスからメール一括配信をする方法についてご紹介します。こちらの機能はメルマガ配信に最適です。メール一括配信機能を利用するには、あらかじめ管理者の権限付与が必要ですので、ご確認くださいませ。では早速、メールの作成していきましょう。メール配信からメール作成編集をクリックしてください。一番上のメールマガジンをクリックします。こちらのステップでは配信内容を入力していきましょう。まず HTML メールを選択していただき、差出人名とメールアドレスを入力しましょう。次に、件名と本文を入力していきましょう。こちらのエディタでは、差し込み文字を入れられるだけではなく、こちらのメニューバーから自由にメールを装飾することも可能です。画像もこちらから URL もしくはファイルから簡単にアップロードすることができます。最後に添付ファイルがあれば添付していただき、メール内のリンクを誰が何回クリックしたかということを追跡したい場合は、リンククリックを取得するを選択してください。次に宛先を選択します。今回はすでにメール配信用のタグを作成していますので、こちらを選択します。タグを選択できましたら、決定をクリックしてください。次へ進みます。こちらでは同僚への宛先確認を行うかを選択することができます。宛先の最終確認を行ってください。最後に配信日時を指定して完了です。ぜひメール一括配信機能を活用しまして、メルマガを配信してみてください。ご視聴ありがとうございました。